ちこっちは。ここからもう二次予選もすでに始まってこう、あの相手対戦国等々もこうみんな分かると、あの分かってると思うし、で最終予選になったりとかっていうところを経験した人たちが分かると思うけど、コンディション的にも全然最悪の中試合やったりとかしなくちゃいけない、相手もすごいモチベーションある中で、やろうとしてることがなかなかこううまくいかないときに、やっぱ立ち返るところからあの思って試合を進める、そしてみんなの能力を最大限出して勝っていくということをやっていかなければいけない。でドイツ戦ね、あの今の我々の力、みんなの力をあの試すのに最高の相手だと思うし、こんなあの最高な強化親善試合できることになると思うので、みんなでいい準備してやってみましょう。じゃあ行きましょう。してる、巻いてない。集中してるよ。言ってばっかり、クボもすぐ荷物だ。集中しろ。
そう、だからその辺から入ってきて、この辺置いて、置けば、だからこっちからプレッシャー来て、このそいつが来て、このポワンと置いて、この距離、これはワントップじゃないね、ワントップで、そう、こっちみたいな、最高じゃん、この距離。どうどうどう、いやめっちゃいい感じ、あのバックがいいよね、そう、どうどうどう、俺らフロー人間で同じチームでやってるじゃないですか。カフェのとこ、食事会場のとこ。俺らお茶しかすることなかったから。なあ、リツ。何もなかったんですよ。なあ。お茶してる時間が一番幸せだったな。羊見ながら。試合出てなかったし。おい、言うな言うな。半年間俺出てないからね。1分も。その当時の彼の。1分もじゃねえよ、お前。いやいや、俺はでもその当時のコウ君の取り組みを見て、笑いましたからね。その出てない時の取り組み方の。いやいや、そんなん言ってるから俺もリツいなかったもん。多分もう一人で湖の中もうゆっくり飛び込んでたもん。リツいてほしかったのに、リツアジアカップで、アジアカップの決勝行ってたから、で帰ったらコウ君いていた、あれあれなんでお前いんのみたいな、あれいたみたいな。でもまあ行ったらリツはもうフロー人間で確立したポジションもね、ポジション確立してたから、うん、信頼もあったんですよ、チームメイト信頼もあったし、でまあそこに俺はあの何にも喋れないあのジャパニーズが来たと、で試合も出してもらえないし、その当時シェフもつけてなかったから、ご飯も俺ら2人で食って、うん、俺が21、あ、俺が22か、で、リツが20になったとしても20歳か、いやもう終わっちゃうね、負けられないっていう、確かに思いで来るし、確かにね、ワールドカップでねやられてるわけだから。でも日本戦だけに限らず結構最近流れ悪いから、どの試合であっても多分もただでさえ燃えてたし、彼らも勝たないという、そう絶対た、しかもプラスアルファそれが日本ってことで多分かなり燃えてたんですよ、ね、その圧にやられたら最初5分10分で行かないとね、押し込まれたら結構きつなると思う。
あ、これだ。これだ。あるんよ、これが。タンキューキーパー、すいません、すいません、タンカー動いてる。いや、頭いけねえか。アウト。いや、ボールはいい。頭に、頭に。ボスが起きってる、起きってる。今右これって今、悪くはなかった。あれ、出られたらおしまいやん。タケとね、タケとは割とでもね、本当にずっとおるな、一緒に。いつも一緒にいますね、マジで。本当に一緒にいる。いや、多分ね、僕の予想ですけど、これはこの人はね、なんかね、ブラックな人が好きなのよ。腹黒い男が。だからお前は黒いってことだよ。そう、俺は黒いから、やっぱり。じゃあいい意味ですよ。いい意味だ。もちろんいい意味で。でもな、年、なんかあんま年の差、なんか年の差とかもあんま気にしないしな。確かに。いじるいじられるとかないな、どっちがどっちとか。ない、そんなない。一緒やな、立場一緒やな、別に。でかい。でもみんなそうっすよ。そんなないと思う。みんな別にそんないじられキャラもいないし、隠れてるだけっすよ。そう、出してないだけ。みんなやっぱすごい変だから、ここにいる人たちは。今回やっぱ変わってるなと思ったのはコウスケ中村やろ。変わってるというか異常なこだわりがある、彼は。今日俺とタケがなんかこう喋っててなんかボケて、俺がなんかコウスケ君がその後にタケと大地には失望するわとか言われたから、しらけたんかな思って。うわ、ボケが全然ウケへんかったんやと思って反省してたら、髪の毛とひげ整えてたの、整えてないの、整えてなかったことに触れてくれへんかったって言われて、あれ気づいてないの私にみたいな。そこから俺とだけが死ぬほど褒めたらめちゃくちゃ機嫌よくなってます。めちゃくちゃ喜んでました。多分俺とだけはそのサッカー感とかの考え方も似てると思う。その大体、ね、サッカーで活躍したいっていう。だからなんか別にそんなテレビ出たりとかそういうのせえへん。そうですね、そこは確かに一緒かもしれない。プレーは別に多分全然またその違うと思うけど、うん、プレーの感覚が一緒ってさ、ある程度さ上のとこいったらみんな一緒じゃない。まあそうですね、大体一緒。まあ、いるけどね、中にはなんかその、いるけどさ、でも突出した子だけでやってますよみたいなやつもいるけど、まあ大体ね、そうっすね。行くとこ行ったらみんな、結局さ、行くとこ行ってもちろん合う合わへん、そのやりやすいなとかあると思うけど、うん、でも結局さ、チームの戦術をやるやん。うんうんうん、チームのやり方があってそれやるから、その試合とかよりもやっぱこう、それこそさ、ロンドとかさ、8-2 のさ、あの遊びのボール回しとかさ、ボール回しとかやってる方がなんか分かる。
言いたいことは分かります。ボール回しで大体チームのレベル測れるから。いやなんかそれでやっぱあ、うまいなとか合うなっていうのとね、ちょっとテンパってるなっていうのもあるし例えばそのただ単にさ来たボールを回してる人となんかニヤニヤしながらさ、まあ、またなり狙いながらのちょんちょんで引きつけてますよっていうのもあるし、めちゃくちゃ面白い見てたら。だってこう普通にボール回しやっててこうやめてみたいな時あるもん飛ばしてみたいな俺は結構言ってるからやめてやめてみたいな、飛ばしてみたいな。たまにそのね、自分が関係ないところでここ出してほしいって時にバンって出してくれた時に何も関係ないのにナイスって言ったりとかもある。例えば簡単に言うと愛のないパスとかね、めっちゃ厳しいからその集まるとね、そういう似た人たちが集まると結局通ったじゃんじゃなくてその意図じゃないですけど、意図がないパスなんて自分が気持ちよくなってるだけじゃない時じゃない。なんか2点ぐらい取っちゃって気持ちよくなって、それお前のこの間の試合のこと言ってんの？そういうことおやさばるが膝から崩れ落ちた気持ちよくなっちゃって、そうアシスト出そうとしてチーム押し込まれたしいいとこなかったし、特に僕が出てた時は、まあ、しっかり3月から、まあ、形になるかわからないですけど、もっとこういう強い国相手にボールを持って、まあ、優勝したいって言ってる選手もいっぱいいると思うし、言うんだったらある程度内容と結果をこの試合で、親善試合ですけど示さないと口だけになっちゃうんじゃないかなと思います。たけさんの一人です